丼。あ、そうそう、今日出かけてないんで写真ないんですけど。何これ、まあ、代わりに、そう、漫画持ってきました。駅弁列車キミンチ行きっていうやつですね。初めて見ました、これ。多分あんまり気づかないと通り過ぎちゃうかもしれないですね、本屋さんの棚の場所的に、うん、内容がですね、はいはい、まあ、駅弁、この2人がですね、稚内から佐賀県の肥前山口までですね、最長片道切符の旅に出るっていうやつでですね、でひたすらでもないんですけど、道中でめっちゃ駅弁食べてるみたいな感じですね。いきなりこれ、また美味しそうだな。そう、そう、めっちゃ美味しそうなんですよ。でしかも一筆書き切符って皆さん分かりますかね、経路が重複しなかったらこうずっと複雑に道組んでいいっていうやつなんですけど、うん、まあ、それでですね、この2人で片っぽこの眼鏡してる方が名前が小鉄っていうんですけども、鉄オタだと、うん、ほうほうほう。でもう一人の方はそんなに鉄オタではないと、まあ、2人はカップルなんですけどね。なるほど、なるほど。でそう、2人で一緒に旅をしていくんですけど、まあ、鉄オタなんで多分みんなも分かると思うんですけど、微妙に協調性が足りなくてですね途中でなんか別行動を取ったりすると、片っぽがその列車、特急乗るのに片っぽ鈍行で行くみたいな感じの、まあ、そのあたり非常に私共感しましたし、あと何よりやっぱ駅弁がですね、めっちゃ美味しそうに2人食べててですね、これそうそうそう、あ、そう、牛肉ど真ん中とか、まあいいな、なんかもう、なんかも、え、しかも、うん、すごい、この牛肉ど真ん中あれじゃないですか、あのよく4種類の味が食べられるように味が変わってるんですよ、うん、あ、だから仕切りが入ってるんですね。そうなんです、ちょっとさっぱりめの塩とか、うん、あといつも通りのあのタレの味とか、うんうん、こう味が3つ3種類何の味だったかな、ちょっと私もうっかり今忘れてしまったんですけど、もう1種類ちょっとあるんです、みんな味が違うくって、うん、お腹がちゃんとすくもんね、そう、これ見てると。でこれすごい、別に鉄道漫画とかそういうジャンルじゃないんですよ、言っちゃうと、まあ、年齢制限はないんですけど、一応ボーイズラブに分類されるんですよ。へえ、だから2人ないです、あ、そのお子さんが読んでも全然 OK のやつ。この配信で映せない描写はないです、うん、なかった。そうなのに無駄に鉄描写が詳しい、駅弁描写美味しそうみたいな、でもちょっと知り合いから教えてもらった漫画なんですけど、やばいみたいな、めちゃめちゃ興味深いです。そう、あとなんだ、あ、そうそう、柴田とか新潟の結構まんべんなく出てくる感じですね。ほんまやほんまや、このチラシも美味しいですよね、うん、でなんか普通の鉄道漫画でもなかなかここまで美味しそうな描写ってないのかなとか、はい、しかも実際に売ってるこの人気なお弁当っていうところがまたいいです。そうそう、そうなんですよ、うん、そう、なぜに BL って思うんですよ、まあ、普通のだから恋愛でもストーリーがすごく自然で、まあ、結局2人がこう旅をしていくうちに、まあ、仲良くちゃんとなっていくみたいな、なんだろうな、他の漫画鉄道じゃないんですけど、昨日何食べたっていうやつがあって、あれ家で2人でご飯食べてる漫画なんですけど、そういう系統かなと思いますね、はい、ほうほうほう、そうそうそう、宇都宮、そうですよね、駅弁発祥とか、あー、これありますね、うん、おにぎり、もともと駅弁って宇都宮のそういうおにぎりから始まってますからね、540円とかでめっちゃ安いんですよね。あ、500円台はいいですね、わかります。お腹すくんですね。そう、お腹すくんです。でやたらなんか首都圏細かく巡るとか、そういうとこすごい描写丁寧に書いててえ、なんでこの人こんな詳しいのとか思っちゃって、そうそう、この辺ですよ、最長片道切符なんで、すっごい複雑な経路たどって距離めっちゃ稼ぐんですよね、こうやって。しかもそこも細かく書かれてるのがすごいですね。そう、そう、あの LINE ライブに池田さん、吉永文駅弁版って書いてあるんですけど、まさにそんな感じですね。吉永文ってあの昨日何食べたの漫画の作者なんですけど、まあ、そういうの近いかなみたいな。だからなんかやろうと思えばテレ東系の夜中に30分やってる飯系ドラマあの枠、そう、入りそうな感じですよ。
女版作ってほしいです。やりたい。やりたいですよね。はい、まあ、だからなんだろうな、軽いんで男友達2人で旅してるみたいな、そういう感じで撮れるし、何よりお腹すくうみたいな。めちゃくちゃ、わあ松坂牛だ。そうそうそう、荒竹さんとか最近、昨日かな、おとついかテレビとかで話題になってるみたいで、今すごい取り寄せの注文殺到されてるみたいです。そうですよね、うん、なんかフェイスブックでそれこそ荒竹さん あのページで見ました、うん、辛い、これこの時間辛いですよね。辛いな、うん、美味しそう、食べたい。シャララとか言ってズキューンとかさ、そうそう、カガですよね。またなんかあれですよね、普通の駅弁系とはかきぶりがやっぱちょっと違うのかな、だから余計美味しそうなのかな。うん、こういうのもちゃんと、そうそうそう、これあの余部鉄橋って分かりますかね、山陰本線にあるやつなんですけど、そういうところも書いてて、なんでこんな詳しいんだみたいな感じですよ。そう、酒井さん孤独のグルメ的な感じってありますけど、確かにリア充の孤独のグルメって感じですね。リア充とか今言わんか、あ、京都ですよこれ。すごい、本当に全部全部描かれて、結構分厚いんですか。あ、そう、あの普通の漫画の単行本なんですよ。厚め、ちょっと厚めかな。あの量って全部描かれているってすごくないですか。そう、この一冊で全部完結するみたいな感じで、引っ張りだこ。あ、なるほど、正恵さん、僕たち急行と似たものってありますね。昔僕たち急行って映画あったんですけど、それにちょっと似てるかもしれないですね。確かに確かに、うん、あれも男2人で旅する、九州なんですけど旅するやつだったので。出ました、淡路屋さんとかいろいろね。え、淡路屋さん、もう関西だと淡路屋さんばっかりだから。最近なんかあれですよね、引っ張りだこ名手のあの蓋とか売ってますよね。確か売ってますね、うん、これは？あ、有田焼きカレー、あはははは、食べたやつだ最近。そうそう、九州とかだとあやめっちゃ詳しいし、はい、この引き、有田焼きカレーの器選べるんですけど、うん、まあ、シンプルなやつか、うん、もしくは干支の器のやつがあるんですよ。干支いいな。なんで今年から干支を集めていこうと思って買いました、うんうん、すごい収集ね、今年。あ、もう今年牛年か。牛のやつ買いました。あ、感動のエンディング。ちゃんとエンディング、ね、でちゃんと列車の描写っていうか、列車のイラストとかも本当にちゃんと描いて、車内とかもそうなんですけど、でこれ最後ね、あ、肥前山口行っちゃった、終わっちゃった。まあ詳細はあれですね、手に取って読んでいただくのが一番いいかなって感じなんですけど、おお、食べた駅弁も全部、そう、なんか最後の方にすごいうんちくみたいなのがいっぱい載ってて、すごい。でなんかちゃんと共感できるんですね。私は普段そういう BL 系読まない、一切読まないんですけど、なんかこうだからてっちゃん的な視点で読んだんですけど、え、何これみたいな、すごすぎるみたいな。へえ。そうそう、なんか荷物みたいな、持ち物まで書いてある。そう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 。すごいですね。まあ、なんか個人的に気になったのは、時刻表入ってねえなぐらいです。なるほど。うん、あ、乗り換えアプリで見たかなみたいな。それかまあ時刻表のアプリもあるんでそれかなみたいなって感じです。さあ、ぜひちょっと。お手に取ってみてはいかがでしょうか。これはちょっと私も買いに行きます。出版社がプランタン出版っていうとこですね。プランタン出版、駅弁列車キミンチ行きです。いいですね。よいしょ、ぜひ、うん、というね、漫画のご紹介でした。